こんにちは、編み物ジャーニーです。今日は編み物教室でよくある質問、輪の作り目、はじめの1段目についてお伝えします。編み物の本を見るとこんな記号があると思います。この輪の作り目について基本の編み方をお伝えします。まず輪っていうからにはこんな感じの輪から編み始めることを言います。この輪をどうやって作るかということだけ今日はお伝えしたいと思います。この輪はこの輪です。ここに細編みを編みましょうということなんですけど、この輪今ささっと作ったんですけど、意外と本を見てもわからないところなんです。最初からやってみますね。まずは糸の端っこ、これは右手に持ちます。左手1本の指でもいいですし、2本の指でもいいです。今回は麻のコースターを作りたいので、紐がちょっと硬くて太い糸なので2本の指にしました。そしてどう巻きつけるかというと、糸の端っこ向こうに渡します。向こうです。自分の方ではなくて向こう側にかけます。このまま巻きつけるんですけど、ぐるぐると巻きつけて、人差し指に1、2、3本かかったら OK です。3本今見えている状態。もう一回いきます。2本の指に、糸は手前から、糸玉は手前にあります。その状態で向こうに巻きつけます。ぐるぐるぐる。そうすると1、2、3本見えてます。この状態で指の甲のが爪がある方、爪があるところから全部一緒に持ちます。そのまま指を抜いて、このドーナツみたいな輪を作ります。この輪ができました。糸の端っこは3時のあたりから出ています。今つまんでいるところも3時です。ここからまだ指は、この人差し指と中指は、この指は外さずに左手の糸をかけます。左手の糸のかけ方は上向けて薬指と小指で挟みます。これをあんまり遠くで挟まずに近くで挟むのがコツです。人差し指、左手の人差し指を糸がつながっているところの向こうに、人差し指を向こうに押しやる気持ちでかけるとこの状態です。これをあまり遠くでやると、持った時に人差し指に糸が引っかかってないので、全部近くでしましょう。上向けて挟んで、人差し指を向こうに引っ掛けて、近いまま親指ずらさずに同じところを中指と親指でつまみます。人差し指に糸がかかった状態です。編み始める状態、ここに来ました。実際編むのはこの輪の作り目に鎖から始まるんですけど、まだ鎖が編めない状態です。なのでそこまでの準備として、時計の針でいうと12時のあたりに針を入れます。そのままぐーっと糸より下に編みたい糸より下にかぎ針が入ります。上っていうのはこれです。上ではなく下に潜ります。下に潜って糸をかけてくるんですけど、自然と引っかかる状態です。下に潜って連れてくるというと、左に倒しながら下を向けながらくるんと輪から1回出てきます。出てくっただけではまだ不安定なので、1回糸を引っ掛けて安定させます。今度引っ掛ける時には背中に押しやります。かぎ針の背中、こちらに押しやりながら引っ掛けます。押しやって引っ掛けながら、かぎ針の角度を使ってくださいね。今度はかぎ針を頭を下に向けながら、この輪の中を通ります。ぎゅーっと下を向けて横っと出てきます。はい、ここまでが輪の作り目です。まだこの立ち上がりは編んでいません。この輪ができただけがこの状態です。今日はここまでにします。次の動画でこの立ち上がりから細編み、輪の引き締め方をしたいと思います。教室でよくある質問は、ここまでのやり方を忘れている方が多いので、何回もここまで練習してみてくださいね。向こうに3回3本見えるまでかけて、人差し指爪のところを持って編む準備をしたら、12時に針を入れて下に潜ってかぎ針、下に潜って引っ掛けて背中にかけて1回編む。ここまで来たら左手を少し離しても大丈夫です。今日はここまででした。続きの動画はまたしばらく待つかもしれませんけど、お待ちくださいね。ではまた。